いきなり始めて、いきなり、ギターを間違えて、これもう生の醍醐味かなと思います。ね、これのはなかなか生じゃないと聞けないんじゃないかなと思います。さっきですね、7時20分に高知に着きまして、ちょっと簡単なリハーサルをさせていただいて、今本番に至ってるわけなんですけど、皆さんご機嫌いかがでしょうか。大丈夫。全然会話の中に入っていただいて全然問題ございませんし、ヤジでもビルビンとか投げない限りは全然OKですんでね、皆さんで一緒にね、このライブ空間を楽しんでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。先ほどの曲は、一発目の曲はですね、もちろんジョン・レノンの曲で Here's the Under Everywhere。 今日はですね、チェロのチェス・スンモンに来てますんでね、皆さん今日素晴らしいね、曲、素晴らしいチェロ、ビートルズの クラシックっぽい曲を何曲かね、やってみたいと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日はですね、50体でやっております。スイング全部、今日は全部揃ってます。ね、7人、なかなかこう、揃わないんですが、今日皆様、7人揃ったスイングを、大体ここで拍手が僕です。本当、久しぶりですよね。7人揃って。いや、久しぶりですね。今日はひな壇みたいに並んでますからね。ひな壇みたいに。皆さん、元気でした？元気でしたね。 はい。今日はもうなんか髪の毛を切られた。そうですね。ちょっと短くですね。いいですね。若さみなぎってますよね。そうですね。ありがとうございます。僕が一番若いんでですね、こう見えても、すみません。大丈夫ですね。年のことは後でゆっくり話をしてみます。今日はね、もうゆっくりまったり行きたいと思いますんでね、皆さんもゆっくりまったり聞いていただければと思いますんでね。で、リクエストとかありましたら、こういう曲できますかというのは全然ね、言われても構いませんし。 前の方の S席がまだ空いておりますので、S席の方にスライドも全然もうありませんので、よろしくお願いします。それでは次の曲なんですが、携帯にね、席を取って、違う、そこは席は取ってやってるんですか。これは新たな携帯ではないですか。あ、本当だ、俺の携帯。 寂しいですね、この本番にね。誰も席取ったから。そこにあなたの携帯があったから、皆さん座れなかったですね。あなた、SD 料金払ってくださいよ。ということでですね、次の曲は、この次の曲も、ソロの部分はチェロに弾いていただきたいと思います。アンダーエラバー。
監督って感じですね。こっちもじゃね、結構風吹きましたね。いや、そういう問題じゃないですか。確かに風大変だったけど、はい、もうみんな気分はもうなんか温泉気分だろう。実は早く演奏終わらせて次温泉使おうみたいなね。そうですね。いいですもんね、気持ちいいですもん、気持ちいいですもんね。もうそれではですね、今私が歌って、この泉が歌いましたけど、
その隣の先ほどから、ね、ギターを弾いてくれてます髪を最近切った野沢フェジ君に歌ってもらいたいと思います。髪を最近切りました。どうでもいい話ですね。どうでもいい話。はい、じゃあ歌わせていただきます。曲は Don't Let Me Down です。スイングを初めての方いらっしゃいますでしょうか。ほとんどの方が初めてですね。我々はあの佐賀市と宇城市、まあ宇城市って言っても宇都町って皆さんご存知だと思うんですが、宇都町出身が今日は何人いるのかな、1、2、3、4、まあ全てあの、まあ、あの辺に、で生まれてるわけなんですけどね、ちょうどあの今日バンドを結成しまして、33年ぐらい経ちます。33と3分の1ぐらいそれぐらいですね。細かくありがとうございます。なかなかこうバンドでこう30年続けてるっていうのはもうプロでもいないぐらいですね。もちろん
この私たちが楽曲でやってるカバーをやってるビートルズも30年はバンドを組んでなかったということなんですよね。まあ基本的にその我々もちょっと中途中でこう高校中学とかいうのは結構ね生活が似てるからこうバンドというのはやりやすいんですけど、高校卒業したら皆さんね違う道に行って、若干ブランクは5年ぐらいだったのかな。そうですね、うん、ブランクがあって、たまたま、偶然にまたこの人と一緒に会ってまた再会して、やろうかと。別に解散したわけでも何でもなかったんですけどね、ね、久々やりましょうか、うん、やりましょうかということでもう33年ぐらいこうやっているバンドでですね、まさか県の中でも非常にこう、珍しい化石みたいなバンドで、今度来年からはね、アンモナイトスイングに名前を変えようかなと、ね、それぐらいあまり三葉虫の採用中細かいですね、あなたも ね、 ね、まあ、それぐらいですね、古い、バンドであります。まあ、それだと簡単な紹介なんですが、まあ、他教の方にはですねちょうど中学校でしたかね、高校の時かな、高校、うん、高校2年生の時に八幡岳でミュージックイン他教というですねライブに私たち初めてね出させていただきまして、はい、もちろんその時尾形さんもいらっしゃったし PA をやられてる山下さんもいらっしゃって、ちょうど私たちが高校生の時ですからね、多分山下さんたちが30代じゃないかなと、違うかな、それくらいですよね。それぐらい長くこう竹雄の方がですね、お付き合いをさせてもらってます。でもちろんこういう形であの、ね、音声でビートルズをこうやって、いろんな大変なこといっぱいあるでしょうがずっと続けてやられてるのがですね私たちすごくも嬉しくもあり、こういう会場をねこういうスペースを作っていただきました。もちろんホテルのね、関係者の方合わせて非常に感謝をさせていただきたいと思います。その感謝なしではなかなかこういうね、イベントっていうのはできないと思いますのでね、今後もね来年も再来年もずっとこの温泉でビートルズが続いていけるように我々もねできる限りの応援をさせていただきたいと思いますので、皆様も、ぜひね、お付き合いいただければと思います。まあ、あの結婚式の挨拶ね、たまにはいいことを言わないと ね、 ねメンバーから素晴らしいって言われますね。ちょっと彼は酒が入りすぎてるからじゃああれも行きましょうか。じゃあ友人だったり恋人だったり皆さんとの歌を歌ったビートルズのインマイライフ、あですよね、皆さんインマイライフっていうジョン・レノンの曲ご存知のそうですよね皆さんね、はい、ありがとうございます。それでは、スイングのカバーの In My Life、 ビートルズのカバーです結構突っ込むよね、まあいいですよね。それでは In My Life、I've never lose
Oh!
カトリーですが今度ですね日本に11月来ますよね。来るんですよね。我々こうメンバーもバスを借りて、全員行く予定でいます。はい、11月何日だったっけ？11月15日に福岡ドームヤフードームですね。ヤフードームに来られるということですんでね。まだチケットはいっぱい余ってるということですから。余ってないよ。ね、もう多分もしかすると最後ではないかなと肉眼で見れるところかと思いますね。望遠鏡で見る。そういうのに肉眼でポルノカトリを見るのは皆さん分かってらっしゃるんですね。でもね、いいタイミングでしたね。そうですね、練習しましたもんね、このタイミングね。ちょっとチューニングしていいですか。どうぞ。彼がチューニング卒業、僕が喋る役ってね、もう30年ぐらい決まってるんですけどね。でも30年ぐらい話すことが決まってないですよね。決まってないですね、急に振られますからですね。僕もチューニングしたいんですけど、僕4本しかないんで、あんまりしなくていい、昔からなってるんですけどね。あんまりこう、自分がですね、こう、喋ることが苦手でですね。はい、ありがとうございました。どうも。やっと、どうも達成しました。ありがとうございました。それではですね、次はちょっとですね、しっとりとした曲が多かったもんですから、今度はみんなでこう、ハーモニーつけて、できる曲。アップテンポね。アップテンポですね。早い曲ですね。お風呂は何時までですかね。もう一回、ね、また汗かいてもらって、また。いいですね。どんだけ騒ぐか。うん、ですね。で、シーザーウーマンっていうですね、曲があるんですけど、ね、初期のね、バージョンなんですが、それを、やっていただきます。なんかこう手拍子なんかできるかもしれませんね。Tell me that it's only you.
하겠습니다. 정민호 씨. 아, 네. ありがとうございました。このままもう汗かいちゃいます？今みたいな感じで。ね、どうですか？こういうこうグルーヴがグルーヴじゃないですね。こうちょっとこうアップテンポの曲、皆さんどうですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？今日せっかく入ったのにまた汗かいちゃってしまう。もうしょうがないわね、スイングなってませんか？大丈夫ですか？しょうがないわね、スイング。ね、それではですね、レッドトゥビルの前になってます。ちょっとアップテンポです。ワンオフターのようない。これもね、手越しできるけど。すごくいいですね。もしカウンターの方に言われたらですね、コーヒーとビールの方をね、皆さん飲みますんで、ぜひお願いします。そうね。この曲やったっけ？いや
違います。違うよ、間違ったな。まあいいじゃないですか。ちょっと聞きたいんですけど、はい、どうぞ。箱みたいなの叩いてるのは、あ、箱です。紹介しましょうね。カホーンと言いましてですね、ちょっと前に持ってって、ね、ここにこういうふうに穴がほげてます。ほげてる、ほげてますって分かりますから、ね。まあ、佐賀弁で穴が開いているというですね。ここに穴の真ん中にほげとっけですね。後ろを見せた方がいいですか。真ん中を叩くと低い音で、上の方を叩くと高い音が出るわけですね。で、ドラムみたいにこれがドラムのリズムが、もう素晴らしい楽器となっておりますので、カホーンと言います。いろんな音が出るし、いろんな音が出ますね。この辺叩いたら優れもんですよね。あの楽器店で今ね結構売ってますよね。私椅子を叩いて手が痛くなってるで手袋を手袋なんですよね。でついでって言ったらなんですが、あの隣にこっち、あのジャンベっていうですね、ちっちゃいですよ、小ジャンベっていうんですけど、ね、叩いてこれも真ん中を叩けば、ね、重い、ね、低い音が出て、端っこを叩けばアフリカの楽器なんですかね、これね。はい、いろんな楽器あるんですよ。いろんな楽器あります。宇宙さらにいっぱい違うんですか、ね、結構いい楽器がありますね。結構こういう感じ で家でもね、ちょっと簡単にできるっていうドラム、ね。はい、ありがとうございました。今ねちょっと紹介してもらったこのリズム隊2人を除くメンバーでちょっとやっていただきましょうか。それではあの結構というかもうビートルズで一番ね有名なあの中学校とか高校の、音楽の、教科書にも載っているっていうですね。はい、もしもし、あ、ちょっとすいません、今ちょっと演奏中なんで後でかけましょう。あ、ごめんなさい。休憩、トイレには今行ってください。あ、お客様もですね、全然トイレ行っていいですよ。あの全然そのね、ライブ中っていうあれじゃなくて、ね、なんていう、何人中かわからないですけど。Yes, I All my troubles is a fall
王様になった気持ちですね。誰が王様になったというか、昔はこう王公貴族というのはね、こう生の人ね、こういうのね、チェロがね、後ろでこう弾いてくれてても、すごくこうなんかこう偉い人になったみたいな感じで、すごく高貴な、ね、スイングのレベルを上げてるのはこの人かなという感じですけどね。まあ、しかしね、すごく似合ってますよね。ライブに東洋館のスリッパ、ね、バッチリですよね。たくさん向いてますね。ひょうたんのお化けみたいなのがチェロですか。そうです、ひょうたんのお化けみたいなチェロ、チェロですね。ちょっと有名どころのなんか曲を、チェロ、チェロ、まあ、一曲ちょっとチェロのソロを聴いてみたいと思います。いかがでしょうか。私が休憩をさせていただきます。気楽に行こうよって、いろいろね、辛いこともいっぱいあるけど気楽に行こうよっていう曲を1曲だけ伝えておきますので、よろしいでしょうか。あら、すごくあのね、い
曲です。カントリーの。休憩っていう感じで、ね、ハーフタイム、ね、ハーフタイム、はい、それではですね、本当長い間皆さんありがとうございました、8時からずっとね、座っていただいて、ね、じっくり聞いていただいた部長にも水分大感謝です。何喋ってるの、まあいいやそれではですね、最後の曲になります、ね、また来年ねこういう、文章があったらですね、また遊びに来らせてください。というのでした。最後ですね、皆さんとレッド・イット・ビーを歌ってお別れにしたいと思いますので、ぜひね、一緒に歌ってくださいね。When I find myself in charge of trouble, more than American sweet
Don't make it bad.
Hey.
ください。竹を大好きスイングでした、ね、皆さんね、それではいきたいと思います。Thank you.